お主イックス。ごく。おう、ネズミを飼ったようじゃな。おう、やはりお主には人斬りの才がある。よし、褒美じゃ、取っておけ。これは芦名流じゃ。流派というても堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ、その一時を至上とする剣よ。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。さ、もうお行き。ババが、あ、そう。狼殿、では皆の衆、分かっておるな。来たるべきは芦名存亡の戦。一心様、そして芦名の民のために命を捨てて参ろうぞ。我らこそ芦名、不当の芦名衆よ。おう、芦名のために。Thank you.
皆の衆、分かっておるな。来たるべきは、アシナ存亡の戦。一心様、そしてアシナの民のために、命を捨てて参ろうぞ。旦那、この城の侍じゃないみたいだな。忍び、それもかなりの手だれと見た。おう。やっぱりか。だったらよ、この辺りの侍どもを黙らせちゃくれねえかい。ちと下手こいちまってな、しつこく追われて参ってるんだ。まったく、アシナの真面目侍どもめ、俺なんか追っかけてる場合じゃないだろうによ。ああ、もちろん礼はするぜ。俺の食いぶちは情報。この辺りの侍たちを黙らせてく、いいネタを旦那に教えようじゃない。
か。あんな相当の手だれなんだな。助かったぜ。約束の礼だ。受け取ってくんな。じゃあな、旦那。縁があれば。
狼殿。では、また。Okay.
エマ殿、あれは一体何なのです？落ち水、そう呼ばれています。あれがアシナの秘策だというのですか？はい、飲んだ者は生中には死なぬ、いえ、死ねぬようになります。そして落ち水もまた、その源は流飲にあるというのだな。エマ殿、私には流飲が尊いものだととても思えぬ。
おじい様のご様子はどうだ。一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。不死の契りを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび敗れるとも、命を賭し、主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り留飲を我が手にはできぬ。主を変えるつもりはないか。ザレ言。ザレ言だと。俺はこのアシナを守るためならば、どのような
この忍び。あなたが勝ったのですね。お主、争うつもりはありません。巫女の忍びを源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは、この国は俺の全てだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人返りか。